おはようございます。スプライトライダーです。今日はなんとですね、ホープくんが大型免許を取ってですね、新しいおバイクを納車するということで、新しいバイクのお披露目会でございます。いやー、一体どんなバイクを買ったんでしょうかね。もう知ってはいるんですけど、まあお店に行ってからのお楽しみということで、今向かっております。あ、ここね、バロンさんです。あ、みんないる、みんないる。あ、曲がればよかった。あった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 よしと、入れるそこ入れる狭くね無理じゃね無理じゃねおはようございます。おはようございます。そう、新しく買った。あ、でもそんな気にならないの。あ、でもよく見る。そう、でもここの境目がっていう感じ。シングルシートカールつけてきたけど若干色合わないんだよねこの若干の色が気になるけど、でもここにステッカー貼ったらそんな気にならないかなと思って、うん、ちょっと今後やっていこうかなって。お、ホープくん来た。また本日の主役。いや、手続き完了。手続き完了。来た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 。おー、来た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 。いや、やっぱ光に当てるとオイルが全然全然違う。さあ、本日ホープくんが納車するおバイクは CBR600WR 6ダボー、やーば、ムービースタジオ入んないかマジで ETC も入んないんじゃないの。入んないっすね。入んないっすか。マフラーがどうしてもアップタイプ、あーところはちょっとあるんですけど、 R1 より狭くなかったね、え、狭いっすよね。やばいね。もうゲイル入ってるもん。ゲイルスピードの子いる。マフラーも変わってんだよね。TSR のマフラーに変わってると。タイヤ新品なんで今日ゆっくり。そうか、タイヤも新品。皆さん、あの、火使ったけどね。あ、大丈夫、俺もタイヤ新品だから大丈夫俺もまだ皮むき済ませてないからふぅふぅ。いや、めっちゃいい音するな。まあ、あとはね、車だからね、インカーとかこれとかね。はいはいはい。うん、ハザードがついてる。いや、250R にはなかったハザードがついてる。まあ、安全装置で基本的にあるのは、まあ、もちろん、スタンド立ってれば止まる。なんかめっちゃ水たんちゃう。ああ、洗ってすぎる。あ、なるほど。ちょっと、少し垂れる部分はあるかな。あ、バインドがバーエンドが取れたバーエンド取れたけど大丈夫ゆるくなってただけでしょ。さあ、というわけで今日はこのメンバーで松島に行きたいと思いまーすなんで集まったっけ6台、7台うわそんな感じ。うわ、セパハンプだなれるなれるで、皆さん、大切ゆっくり行きましょう。いいよ大丈夫大丈夫、ゆっくり行くよ俺もスーパースポーツだね。おーおめでとうおめでとうおめでとう。あ、これなんかめっちゃギラギラしてますよね。あの、なんかホイールやべえよ。ホイールのギラギラ感が半端ねえ。大丈夫か大丈夫かカールスライスの後ろに、うん、うわ、怖え怖えとかねいやここまで来る信号か、あ、行けるかな。あ、行ける。ブレーキの遊び大丈夫。あ、ぶれ
俺がこけるとこだったよ。ゆっくりゆっくりゆっくり。あ、間違った。いいねいいね。いやー、皆さんこんなん乗ってんのか。でもあれだね、だいぶそのマフラー飛び出して見えるね。あ、そうなんだ。お後ろか、あ、後ろかっこいいっすか、ケツ。あロケットみたいな。ロケットなんかすごい絞られてるって感じはするな、その穴を見る。タイヤピク、タイヤ光沢放ってるね。おい、テッカテカ。テッカテカだね。テッカテカやないかい。なんか動いのをくぐりそうな感じ。ここで。この絵面がすごいんだ。今日は滝祭りツーリングってことでいいのかな。行ければ滝行きたいね、混んでなければね。残念ながら滝アレルギーなんですよ。マジかマジか。あいやあいや、滝食えないのか。ラーメンとかないかね。あるんだよ、滝ラーメン。カキラーメン。いいやめた。ラッペン絶対強制所買ってたんだね。あー、なるほど。まあ、どこで取れるんですかね。月曜日に取れたんだっけ、受かったの。いや、火曜日ですね。あ、火曜日に受かったんだ。昨日、おととい、あの免許センター行って、あ、俺の免許証の写真もちょっと良くなったんですけど、メガネなくなったんですよ、写真から。え、なんで写るとか言われて、写るとか言われて。え、だってさ、メガネつけてないとダメなんじゃないの。眼鏡って書いてあるのに、なんでだろうと思って。おー、そんなことあんの。いや、俺のアイデンティティだ。アイデンティティが。よいしょ、これがある。これあれかっこいいね。これあれかっこいい。かっこいい。やべえ。ロクダボンに手あるっていう並び。すげえよ、すげえよ。おお、赤信号と。さあ、どっかね、右車線行きたいね。そうだね、右車線に。ちっちさあ、というわけで結構ね、雪と雨とね、天気が天気悪くなってきちゃったんで戻ってきましたね。え、せっかくの納車したてなのにね、なんかあったら嫌だしね。いや、嫌ですね、うん、そうそう。いや、でも濡れちゃいましたけどね。濡れちゃったけど、洗いたてワックスしたてだから。それでもあれだね、今の時期だとさ、雪なくてもさ、融雪剤がほらまだ路面には残ってるから汚れるんだよね。汚れるっていうか、錆びるんだよね。だから雪がなくても本来だったらちょっと家帰ったら下回り洗ってあげた方がいいはず。うん、うん、コースが凍ってて洗車できないんだよね。うちね、意外と井戸水凍ってなくて昨日洗車できたんだよね。バタバタ凍ったんだよね。おー、バタしよっか。ちょっとダメだね、これは。皆さん、本当に乗車お付き合いありがとうございました。いえ。また走りましょう。また走ろう。というわけで、はい、乗車だったので解散です。解散です。ちょっと雪ひどいんで解散します。いや、本当、あの、ホープ君おめでとう。ありがとうございます。大型免許取得おめでとうございます。ね、そしてね、CBR6 だもね、納車おめでとうございます。おめでとうございます。良いバイクライフを。良いバイクライフを。
それでは皆さんさようなら。Cancel the cruise control, switching in the manual. Don't you wanna feel right again? Don't you wanna feel whole? Don't you wanna feel